自分なりのやり方でリラックスした意識状態に持っていきます。この瞑想の目的が、中国、アメリカ、台湾の関係を安定させて、平和をもたらす意図であることを表明します。ソースからバイオレットフレームを立ち上げて、瞑想中と瞑想後を通してあなたの周囲に保護の筒を設定します。光のためにならないすべての物事を変容させるよう求めます。宇宙のセントラルサンから発せられた白く輝く光の柱が、
この宇宙のすべての銀河のセントラル3に分配されていく様子を視覚化してください。次に、この光が銀河のセントラル3を通った後に、私たちの銀河系を通って、太陽系に入り、太陽系内のすべての光の生命体を通って、地球上のすべての生命体を通り、そしてあなたの体を通って地球の中心に届く様子を視覚化してください。銀河の女神、プレローマ、イシス、ドゥーム、カンノンに呼びかけます。この宇宙の隅々から女神のエネルギーが中国大陸と台湾の空に降り注ぎ、中国大陸と台湾の両方にピンク色の宇宙の愛のエネルギーを送るよう依頼します。
ピンク色のフラワーオブライフの球体が中国本土と台湾を包み込み、この二つの地域の間に永遠の平和と調和を保つことを視覚化してください。宇宙の愛のピンク色の光が宇宙のセントラルサンから発せられ、あなたの体を通って地球の中心に向かう様子を視覚化してください。この神聖なピンク色の光があなたの肉体、プラズマ体、エーテル体、アストラル体、メンタル体を満たしている様子を視覚化してください。次に手のひらを上に向けてください。あなたの手から中国本土、アメリカ、台湾のすべての高位の政治家と
軍人に神聖なピンク色の光を送り、日医機関の平和と調和の維持を選択するよう促します。女神は平和を望んでいます。そして平和が訪れます。